こんばんは。では、日本のニュースでございます。少子党は最近、改革・改設策の促進の継続し、要請手続きの勝利と国民と企業にサービスを提供する公共サービスの提供効率を構造させることに関する指令を発行しました。したがって、少子党は大臣・総レベル・機関の長・政府機関・総予備・ 中央直轄市の人民委員会委員長に対し、引き続きより抜本的な目のしに重点を置き、大胆に処置し、法則し、召喚当局に明示的に提案し、不必要な行政手続き、議牲制を廃止し、資源分配とともに地方分権と認可を強化し、公務遂行能力を向上させ、監督・検査を強化し、 中間レベルの削減の催し、長期化する状況を速やかに創始することを多くの機関や部門を通じて解決するよう要請しました。また、地方自治体が12月15日までに全国一律の実施を創始するためには、各省庁は全国でオンライン、公共サービスを実施できる管理範囲内の 行政手続きのリストの雇用を完了させるよう求めましたチェン・ホン・ハ副首相はこの報道首相及び新型コロナウイルス感染症防止国家指導委員会が発行した新型コロナウイルス対策に関する多くの文書を廃止する決定に証明しました廃止された文書には新型コロナウイルス 流行宣言に関する2020年4月1日付、衆書決定以来、447号のほか、新型コロナウイルス感染症流行要望抑制国家運営委員会と衆書が発行した新型コロナウイルス感染症流行要望、制御に関する多数の文書が廃止されると書かれています。具体的には国家運営 国家運営委員会が発行した新型コロナウイルス感染症予防と制御に関する20件の決定国家運営委員会が発行した新型コロナウイルス感染症の流行予防と制御に関する13件の指導公文国家運営委員会が発行した新型コロナウイルス感染症の流行予防と制御に関する4つの公式連邦 8件の少数指示と3件の少数決定を廃止することになりました統計総局によりますと、2023年10月の CBI、消費者物価支出は先月に比べて0.08%上昇し、主な理由は一部の地方で従業量化、値上げ、国内公明の 五角が10つ通貨額に応じて上昇したということです2022年12月と比較すると10月の CBI は3.2%上昇し前年6期と比べて3.59%上昇しました今年の10ヶ月間で CBI は平均して前月6期に比べて3.2%上昇しました 総合統計局によりますと、2023年10月の高円フレ率は先月に比べて0.09%上昇し、前年同期に比べて3.43%上昇しました。平均にして2023年の10ヶ月間で、高円フレ率は2022年の同期間と比べて4.38%上昇し、一般的な平均 CBI 助手率を上回りました。アメリカのバイデン大統領は国民の安全とセキュリティに影響を及ぼすとして国民を守るため世界中で迅速に利用が拡大する人工知能の安全性に関する新たな基準を設けることなどを盛り込んだ大統領令を公表しました。 バイデン大統領によりますと、米国政府は、ショーシャルネットワークのリスクへの対応が遅れるとし、現在、米国の若者は関連するメンタルヘルスの問題に苦しんでいるということです。欧州連合が AI の悪影響を制限することを目標とした包括的な法律を通過させようとしており、 米国議会がまだ方向に関する議論の正規段階にある中バイデン政権はますます制御レバーを使用するようになっています AI の可能性を実現しリスクを回避するにはこのテクノロジーを管理する必要があります新しい大統領令は米国の IT、欧州各社は安全性などの確保に自主的に取り組んでいるとしています このライト料理は、AI の信頼性と猶予性を確保するための第一歩です。このライト料理は、企業が社会を危険にさらすことなく利益を得られるよう、AI の開発を支持することを目指しています。 前例のない人道的ニーズを満たすのに十分な援助がないと国連が警告するにもかかわらず、イスラエルと米国はガザ地区での停戦の呼びかけを共有しています。イスラエルのネタニヤフ首相は記者会見で、バレスチナ・自治体ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとの対戦はないと断言しました。徹底的に、 相当する考えを強調し、対戦はハマスやテロへの幸福だと強調しました。国際社会で国際社会で広がる対戦要求に対しイスラエルは同意しないと述べました。イスラエルの同盟国である米国も対戦に反対しています。国家安全放送会議のジョングビホロカンは。 現時点では、対戦が正しい答えだとは考えておらず、代わりにガーザへの自然の検討すべきだと述べました。イスラエルの軍事作戦の強化により、ガザ地区の240万人の住民の間で不安が高まっています。ハマスが運営するガザ地区の保険所によりますと、土地区ではイスラエルの攻撃により、これまでに 8,322丁が殺害されました米国の懲戒による協定に基づき限定的な援助物資利用は援助期間が必要としている1日あたり数百台のトラックには大幅に減少するということです大西市長ありがとうございました